今日の県議会代表質問で塩田知事は来年夏の任期満了に伴う知事選に再出馬する意向を明らかにしました。私にはふるさと鹿児島に対する熱い思いがあります。その思いは誰にも負けないと自負しております。再び県民の皆様のご支持ご支援がいただけるのであれば、引き続き県政を担当させていただきたいと考え、次期知事選への出馬を決意いたしました。塩田知事は今日の県議会で自民党からの代表質問にこのように答え、来年7月の任期満了に伴う知事選に2期目を目指して出馬する意向を明らかにしました。塩田知事は鹿児島市出身の58歳、経済産業省出身で九州経済産業局長などを歴任した後、2020年の前回知事選に初めて出馬し、当時の現職や元職ら7人による選挙戦を制して初当選を果たしました。塩田知事は2期目を目指す意気込みを次のように語りました。今後とも時代の変化に的確に対応しながら、県民の皆様と一緒に鹿児島の今と未来を作るということを基本として、誠実に着実に県政の推進に取り組み、誰もが安心して暮らし活躍できる鹿児島の実現に全力を尽くしてまいりたいと考えております。知事選の出馬については今のところ他に目立った動きはありません。